長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。前回は新しい長崎県づくりについて大石知事にお話を聞きましたね。まずは内容のおさらいをしましょう。県では県民が長崎県に誇りや未来への期待感を持つとともに、国内外に長崎県の存在感を示していけるよう、未来大国をコンセプトにビジョンの策定を進めています。今年は子ども、交流、イノベーション、食の分野で新たな取り組みを進めていきます。今回はイノベーションと食の分野について大石知事に聞いてみよう。塩田班長。はい、引き続き大石知事よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、イノベーション分野の取り組みを教えてください。はい、イノベーションではスタートアップ、これ起業する動きですけれども、こういったことを通して誰もがチャレンジできる環境の実現に加えて、また最先端のデジタル技術で地域課題多いですけれども、それを解決をしていくと、それによって県民の皆様が豊かで快適な生活を送っている姿を目指していきたいなと思っています。昨年の9月のことになりますけれども、長崎県で開催をされた第2回のドローンサミットがありましたけど、五島列島から長崎市内までだいたい100キロくらいあるんですけど、新鮮なままの鯖寿司を運んでいただくといったことに、ドローン配送事業者の方にチャレンジをしていただきまして、これも全国で初めて成功しました。で、今年はこの県内でドローンを活用する企業の皆さんと、またドローンの操縦の資格を取得する、これを目指す皆さんを支援をして、合わせて両者の出会いも後押しするといったことをして、県内産業の活性化に取り組んでいきたいと考えています。続いて食分野の取り組みについて教えてください。長崎県には魚だけじゃなくて、肉とか野菜とかお酒、本当おいしいものがたくさんあります。長崎県の豊かな食材がですね、国内だけじゃなくて外にも広がっていって、食べた方を笑顔にするような、そんな世界観を作っていきたいなと思います。今年は長崎県の食と観光コンテンツを組み合わせた誘客プロモーション、長崎の美味しい食を買ったり味わったりできるようなスポット作りに向けた検討を行う予定です。ここまで県が策定中のビジョンと今年の取り組みについてお話を伺いました。知事、今年は県内で大きなスポーツイベントも開催されますね。まず7月になりますけど、全国高層隊が長崎県を含めた北部九州4県を中心に開催をします。で、また9月になりますけど、シニア世代の総合スポーツ大会であります日本スポーツマスターズ2024というものがありますけれども、これが長崎県で初めて県内10市町を会場に開催をされる予定になっています。来県される皆様をやっぱり長崎県皆さんでおもてなしの心でまずお迎えをすること、それに加えて競技はもちろんですけれども、長崎県の魅力をその方々に存分に味わっていただきたいと思っています。長崎県は本当にさまざまな課題を抱えてはいますけれども、やっぱり長崎県が持つ多くの可能性にも目を向けていくことが大切だというふうに思っています。今回ビジョンにお示しをします未来大国のコンセプトには、明るい未来に向けて県民の皆さんと一緒になって進んでいこうという思いを込めています。ぜひ一緒に皆さん踏み出していきましょう。大石知事、ありがとうございました。ありがとうございました。来週も見るしかない。